やはり信じられないな。侵食の律者がもう誕生したなんて。しかもこんなガイドロボットにな。だが事実だ。この機械はあるはずのない意識を持っている。拡散したいという欲望、今これと接続している私でさえ感じられる。律者になるには人類である必要があると思ってた。人類というより思想なのかもしれないな。境界線を引くのは難しい。少なくとも人類の赤ん坊と比べると今のこれはより独立した思考能力を持っている。だがそれはあくまで赤ん坊と比べた場合だ。そしてそれは人類にとって最大の幸運になる。奴が停止した実験室の中に留まったままで動きがなかったのはまだ幼かったからなのか。何しろこの侵食の律者は生まれたばかりの赤ん坊だからな。知識を持っているかもしれないがどう実践するかまではわからないのだろう。成長する機会もないから力はまだ弱いままだ。おそらくこの律者が今まで最も多くした行為がコピーである理由もそこにあるのかもしれないな。もちろん何らかの手段で三つの組織の包囲網を察して軽率に動けなかっただけという可能性もあるんだが、とにかく停止した実験室で奴が今までコピーを試したのは同じようにネットに接続していない設備だけだ。追跡はできるか？全部ここにある。これで最後の一個だ。ああ、全部合っているよ。それが律者の本体で、もう一つのコピーじゃないって確実に言えるのか？いや、確信はない。だが、あらゆる外向きの侵食の源はこれで、内向きの部分は見当たらない。まあ一つだけ例外があるが、侵食の律者が別の形で現実を超えて他の個体に寄生することだ。しかしそんなこと本当に可能なのか。もし本当にそうだとしたら、少なくともこの任務に対して私たちにできることは何もない。この件は事実通りに上に報告する。次はリストにある設備を見つけて壊さなければ。ああ、だが手段には気をつけてくれ。我々が行動する前に考えた最悪の可能性を覚えているか？ああ、私たちが一歩遅かった場合の話だろ。予想より早くガイドロボットの廃棄作業が始まっていたら、その瞬間侵食の律者はかなりの確率で死を理解する。そして窮地で生を求めるという意志も生まれる。生きたいという執念こそが最も恐ろしい力になる。前回奴が降臨した時に宿主の少女が命の終わりの際に感じた絶望と不憤怒のような。
これからもう一つ聞いたためにしようがある。今回来たのが君でよかった。私にとってそれが最後の一歩になるからな。他に方法はないのか。かつての人類者がどうやって新職人の実証をしたか覚えているか。彼らはやつを黒い箱の中に封印した。今回の黒い箱は君目の前にいる。残念ねんだ。お前が異様年齢に接続せずにいられるなら他に方法があるかもしれないが。やめておけ。私の生まれではないが、もし奴が完璧な体を手に入れたことを気づいたら大変なことになるだろうぞ。さて、黄泉の杖を取り出して、そろそろ別れの時間だ、友よ。少なくとも最後ぐらい、お前の願いを教えてくれてもいいんじゃないか。いや、やめておこう。いざ口にしたら、私も死にたくなくなるから。外にいるんだろ。ここを去る前に挨拶してくれると思ったんだが。もうしばらく下にくれる時間が必要かと思いまして。あいつとのことを言ってるのか。お前とは関係ないだろ。そうですね。では私と関係あることをお話ししましょうか。かつてこの場所であなたに傷つけられたバルキリーがいましたよね。仕返しに来たのか。もちろんです。ただ今ではありませんし、あなたが想像するような形でもありません。じゃあ礼を言っておくよ。どういたしまして。何せこの世には人々の想像を超えた現実がたくさんありますから。とにかく今回は天命として律者を止めるため貢献してくださったことに感謝します。ではナターシャさん、また。まあ一つだけ例外があるが、神職の律者が別の形で現実を超えて他の個体に寄生することだ。しかしそんなこと本当に可能なのか。